はい、こんにちは。マルパチャンネルのマルパパです。はい、今回はですね、はい、今北関東の方に来ておりまして、茨城県の旅になります。はい、茨城県ね、まあ今まで何回か通ったことはあるんですけど、まあ動画でこう、どこかね、観光したっていう記憶がなくてですね、はい、まあ今回はね、ちょっと茨城県を、はい、ちょっと満喫していきたいと思います。では、行ってきまーす。はい、今はね、圏央道のもうすぐ阿見東インターっていうところを、まあ、降りるような形になります。今ね、圏央道を走ってるんですけども、右手にね、やっぱり茨城県が誇る牛久大仏かな。はい、まずはね、ちょっと茨城観光、こちらの方をね、ちょっと見に行きたいと思います。まあ、なかなかね、やっぱり何やろ、茨城県って関西から言うとちょっと行きにくいところなので、ちょっと初めて行くんですけどね、まあ、今までこう地元というか、まあ実家のある奈良の、まあ、大仏とかね、あと鎌倉の大仏とかね、はい、まあ、その辺はねよく行って見ることがあったんですけど、今回はねその牛久の大仏っていうことで、はい、ちょっとね見に行きたいと思ってます。でこちらの方なんですけど、まあ、時期によってね、その営業時間というか、まあ、開園時間が違うみたいなので、まあ、気をつけていただけたらと思います。で、お休みの方は年中無休になってるみたいで、はい、しかも今はですね、もう4時ぐらいになってて、閉園のね、1時間前ということでね、はい、っていう感じです。これ左側に結構大きいアウトレットもあるんですね。はい、ということで向かいたいと思います。値段言え。はい、インター降りたらもう目の前にね、はい、すごく大きな大仏さんがねおられます。結構駐車場はね、だいぶ広いですね。まあ、十分止めれるような感じです。はい、牛久大仏さん着きました。はい、高さがね、120メーターあるみたいで、世界最大らしいです。はい、ちょっとね、受付の方ですね、中の方に入っていきたいと思います。こんな感じですね。まあ、中まで全て拝観しようと思ったら大人800円、で子供が400円。庭園だけやったら500円みたいですね。はい、配管時間もこんな感じになってます。はい、では中に入っていきます。はい、ただいま受付が終わって、はい、こちらの方はねペット入園禁止なので、はい、今回もね実家の福ちゃんを置いてきました。早速ね中に入るとすごいな、大仏さんの頭だけのモニュメントがありますね。はい、そこにね模型があるんですけども、まあ、実際はね大仏さんの顔はこれの1000個分のボリュームになるみたいです。めちゃくちゃでかい。大きい、あと大きい、でか。心を静かにって書いてあるからね。合唱やで、合唱、はい、合唱。はい、この正面からね見るとこんなめっちゃでかい。赤やな、すごい。胸のところになんか3つぐらい筋があるのはあっから見えんのかな。窓狭いですね。なるほど、狭い窓があるみたいです。はい、では行きましょう。はい、隣のところではねこういうお花畑をね、はい、作ってくださってます。
またなんか見つけた。おい頑張れ。好きやなこういうの。はい、そうそう、これようあれやんか、善光寺とかでサラがこうやってやっとったやん、頭にこう賢くなるように煙をこう一生懸命せな。はい、こうやってね歩いてるといろいろこういう風にね、王朝の橋っていう感じで南無阿弥陀仏六歩で渡らせていただきましょうとか、なんかいろいろあるんでね、結構楽しめますね。南無阿弥陀仏ついついやってしまいますよねこういうのね、はい。しかし圧巻、ここはやっぱりね一回は来てみるべきやな。すごいわこれ、マジすごい。はい、それではねこの牛久大仏さんの足元の方に来ましたので、今からねちょっと体内の方、はい、入っていきたいと思います。はい、通常はねこの階段の方ずっと登ってくるっていう感じなんですけど、ちょっと母の方はね足が悪いのでエレベーターで上がってきました。まあ、一気にね5階まで上がってきたんですけど、高さでいうと85メーターぐらいっていうことです。まあ先ほどね外から見てた胸からなんか窓が見えるみたいなのはここですよね。はい、小さい小窓があってここからねちょっとした景色がね眺めるような感じになってます。はい、でここは5階になるんですけど、途中ね4階とか3階とかその辺もなんか、展示物があるみたいです。あ、さっきの窓じゃなくてこっちの窓の方はねお胸の部分の3本の窓でした。もうちょっと大きい感じよね、でも細いけど、はい、入り口のところからずっと見えますよね。はい、今3階部分に来ました。3階部分ねすごいです、これもう圧巻、圧倒される、すごい。これはちょっと見応えがすごいな、ある感じ。はい、もうぐるりねずっとあるんですけど、こちら小さい方でね30万円、大きい方で一口100万円ということでね永代供養していただけるみたいです。大きい方ねもう受付終わってるみたいですね。はい、2階の方ねこういった形で額にね入った、まあありがたいお言葉がね多分一個一個書いてると思うんですけど、がずらーっと並んでます。はい、こちらの方ではねこの大仏さんのね、作り方というか、はい、もう全部展示されてます。すごいな、もうこの辺とかなんか見ていいんかなっていう感じ。写真もねずっと、はい、飾られてます。はい、牛久大仏さん行ってきました。中の方はねちょっと思ってた以上にすごく良かったので、ぜひね皆さんも立ち寄っていただいて中見ていただきたいです。本当に圧巻、はい、ということでね次に行きたいと思います。はい、っていうか次もご飯かな、お風呂とご飯、はい、行ってまた明日の看護に備えたいと思います。はい、ゆったり館っていうところに着きました。ちょっとねこちらの方でお風呂の方を入りたいと思います。はい、駐車場の方はねこんな感じになってます。はい、大人の方がですね入浴520円ですね。で、小学生および中学生が310円ということで、結構ねお安くお風呂入れます。で、まあ温泉ではなさそうなんですけど、サウナとかもあるんでね、ちょっとこのサウナハットを持ってね楽しんでいきたいと思います。では行ってきます。
はい、お風呂の方行ってきました。ということでね、もうちょっと今日遅くなったんで、あの道の駅、近くの道の駅でね、今日はお休みしたいと思います。ではおやすみなさーい。はい、おはようございます。今はですね、茨城県の道の駅潮来っていうところにいてます。はい、今日もねちょっと茨城旅満喫したいと思います。では行ってきます。はい、今道の駅ね、潮来の方を出まして、なんか近くにね、あの水郷潮来あやめ祭りっていうのをやってるみたいです。なんかあやめがねたくさん見れるみたいで、5月の下旬からね6月下旬に開催されるっていうことやから、まあせっかくなんでね見に行きたいと思います。まあ祭りといってもね、なんか無料で見れる祭りで、まあ今日は平日なんでね、あの特に催しがあるっていうわけではないんですけど、水曜日と土日はなんか何やろこれ、嫁入り船って言ってね、なんか船になんか乗った嫁入りの方が見れるっていうのがね、なんかあるみたいで、はい、まあ今日はそれはちょっと見れないんですけど、ちょっとねあやめの方を見に行きたいと思います。はい、場所的にはね多分10分かかんないみたいですね。はい、駐車場の方はねちょっと歩いて5分ぐらいなんですけど、あのこの線路沿い、あそこにある線路沿いを行くと、こうやって無料駐車場、市営駐車場もあります。看板もね何も立ってないんでちょっと分かりにくいんですけど、地元の人に聞いたらね、はい、無料ですということやったんで止めさせていただきました。では行ってきます。はい、あやめ園の方に来ました。こちらの方でね、あの祭りがあるんですけど、ちょっと朝早すぎてね、まだ何も準備ができてない感じですね。はい、まあ、この辺のね出店とか、楽しみたい方はねちょっと時間をずらして、どうやろう10時以降とかの方がいいかもしれないですね。はい、そんな感じです。はい、ねここの橋をねずっと登っていったらね、上からあやめをね、はい、望めるようです。あ、見えてきた見えてきた。はい、こんな感じですね。まあ、今日は6月の1日なんですけど、あとまあ1週間ぐらい後の方はね、たくさんあやめが咲いてるっぽいようなことは、はい、書いてました。まあそっちの方にね、あの水郷というかねがあって、まああっちの方で船に乗ったりねすることができるようです。はい、まあ後ろ側もねこういう風な感じでいると、うん、こっちの方が景色いいかな。はい、水郷のね上の橋に来ました。ここからね見るとね、下にね船がいっぱい並んでるのが見えるんですけど、こちらのね船に乗ることができるみたいですね。はい、まだね今は朝の8時20分なんで、ちょっと準備をされてる最中ということでね、まあ、ちょっと今回は乗らないですけど、ぜひねここに来られたらね乗ってみてはいかがでしょうか。はい、ちょうどね、あそこに丸じいと母がね座ってますね。はい、こちらの方の船はね大人1人1000円ですね。はい、で乗ることができます。はい、あやめ祭りのところから10分15分でね、あの次鹿島神宮というところに行けるので、今そちらの方に向かっております。なんかね、茨城県最強のパワースポットっていうことで、ちょっとねこの右手に鳥居が見えると思うんですけど、あの水上にあるね鳥居ね、あの厳島神社とか、あと何や、まあ滋賀県にもあるんですけど、これが最大のね鳥居らしいです。あの水上にある、はい、ということでね、ちょっとパワースポット、ね、パワーをいただきに行ってきます。はい、無料駐車場の方に来ました。こちらの方はねこんな感じでボーダーバンクスもねとも入れてます。はい、ここからね神社まで歩いて4分ぐらいということなんでね、はい、あとワンちゃんはダメみたいなんで、ワンちゃんをね車の方に置いてきてます。
では行ってきます。やっぱりね、鹿島っていうだけあってこのサッカーのねモニュメントがあったりしますね。はい、はい、時間的にねちょっと参道の方のお店まだね開いてないんですけど、あんまりねお土産物屋さんとかご飯屋さん多い感じではないです。はい、ということでね鹿島神宮の鳥居の方に来ました。はい、こんな感じですね。あ、奥の方のね門というかなんか立派な感じですね。はい、一応ね鳥居の横にはねこういった感じで鹿島神宮の駐車場というのもありますし、こちらの方だと普通車が300円、マイクロバス500円、大型バスが700円で止めることができます。はい、まあ、神社に入る前はね手を清めてからね入りましょう。すごい立派な感じですね。まあ、ちょっと色はね、くすんできてますけど。はい、なんか6月のワクグリ、ちょっと何て読むかわかんないですけど、っていうのがあります。はい。ちょっとね、僕もやりたいと思います。はい、ここからね先は奥参道って言って、まあ、歯科園とかいろいろあるみたいです。はい、ちょっとね奥の方までせっかく来たんで行きたいと思います。はい、ずっとねちょっと参道の方来ると左手にね金網みたいなのがあって、はい、ずっと中に入っていくとね歯科園があって歯科がね飼われてるみたいです。まあ、奈良の東大寺とか行くとね鹿何やろこんな柵に囲まれて飼われたりとかしてない感じなんですけど、結構鹿ってしっかり群れるんやな。はい、奥の宮です。これ金目石って言って、あそこなんか地震を抑えてんのよ。なんかナマズがいてそれをこうなんか頭を刺して地震を抑えてるって言われてるらしい。はい、鹿島神宮内ね売店があって、なんか世界初の食パンということで、ね、はい、売ってます。あとお酒とかねいろいろ売ってますね。はい、こんな感じです。休憩するところもあります。みたらし焼き団子もあります。はい、みたらし池の方に来ました、ね、すごい透き通ってる山梨かなんかのモネの池みたいな感じ。はい、すごいパワースポットらしいです。1日ね40万リットル以上の湧き水で、ね、水が湧いてるみたいです。この木もすごいな、横にも倒れているというか、まあ、しっかりとね支えられて、はい、鳥居の上にねありますけど、すごい大迫力。はい、池の裏のねここから水が湧いてるみたいですね。一応こういった形で秘釈が置いたんでね、まあ、多分手を洗ったりするのは OK なのかな。飲む場合はね必ず沸騰させてから見せてくださいって書いてます。はい、鹿島神宮ね、はい、出まして今ひたすら北上します。はい、後ろではね気持ち良さそうに出てる
人がおります。とりあえずねちょっとお腹が空いたんでご飯を食べにね、ある道の駅に行こうと思ってます。では行ってきます。はい、道の駅日立お魚センターに着きました。こちらの方でちょっとご飯をねいただきたいと思います。よいしょ。浜焼きのね、貝がいっぱいあります。はい、サザエとね、牡蠣とハマグリ、あとね、このイカのゲソとかを取りました。はい、丼のね、ネタも取ってきました。ネギトロとアジのなんかたたきみたいなのと、卵と金目鯛、大トロと島アジ。平日ね3品でご飯無料という感じで、酢飯とね普通と選べるんですけど、酢飯の大盛りにしてもらいました。はい、それとねこれ焼いていきたいと思います。はい、ではご飯にね彩りをつけていきます。乗せるだけやけど、よいしょ。しまあじから、しまあじ、よいしょ。なんかこういうのもあれやな、子供がいると喜ぶな、多分な、楽しいやん。で大トロ、大トロ2切れ600円。これはこれは何だ、これはこんなにでもどうかな。ネギトロ、ネギトロ、ネギトロは真ん中に5個でかで、これがアジのたたき、よいしょ。多すぎるじゃん、大丈夫。年代と、ここ年代、はい、あとアジスペー卵、卵すごいことになってる、うん、はい、はい、こんな感じ、すごいな、結構きらびやか。はい、で醤油をいただきます。すごいなこれ、っていうか米むっちゃ入れてくれたから、うん、うまい、うま、アジのたたきうまい、うん、島アジ、うん、弾力がすごい、うま。トイレしといた方がいいかもしれない。サザエ、なんか中の水がちょっと飛ぶんですよ。なるほど、うん、気をつけてください。ありがとうございます。ホイルを、はい、これどうして食べたらいいやろ。これを外す、ちゃうな、こう、これ醤油だから塩、わからん、それは醤油かけてみます。いただきます。これ醤油入れたらいいですね。うん、切れた、ただめっちゃ緑、
醤油かな。そのままでもいいかも。とりあえずいただきます。熱そう。あっぽっ、ひっくり返す。すごい、サザエプリプリ。これひっくり返す。ダスだよ。うまい。で、一気に頬張らなかった。めちゃめちゃ安い。一気に口の中、うん、はい。はい、腹いっぱいなんです。あ、これ、うまっ。はい、ごちそうさまでした。はい、次はですね、まあ、今だいぶ食べ過ぎたんで運動をしようと、私ちょっと観光地の方に向かっております。まあ、あの駐車場からねちょっと歩いていかないと目的地に行けないような感じのところなのでね、はい、まあ、ここからどうやろう、1時間ぐらいかな、1時間ちょっとぐらい、はい、とりあえず運転してですね向かいたいと思います。ではレッツラーゴー。はい、到着しました。駐車場の方はね、この滝本屋本店さんっていうところに500円払ってね、2時間まで止めることができるようです。で、ね、一応ねこういうなんか割引券っていうのをいただいて、お土産もね1500円以上、購入したら、まあ、500円割引っていうことで実質駐車場代ね無料になる感じですね。はい、まあ、ずっと見てきましたけど、ずっと、ね、こんな鯉のぼりというかついてますね。他にユーチューバーもいますね。ユーチューバーなんかね。はい、袋田の滝のね入り口、入場料がね一応いるんですよね。まあ大人、300円、子供、小中学生は150円ということでね。まあ、このトンネルをね、はい、まあ通るための通行料という感じですね。はい、ここのトンネルですね。ここでね受付をしてから入っている感じです。でペットはね下は行けるんですけど、エレベーターに乗る第二間隔台っていうところは行けません。はい、はい、途中歩いてるとねこういう恋愛のパワースポットっていうことで出てきました。なんかこんなやつ、恋人の聖地。はい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 、よくあるやつですね。はい、これ右曲がったらね第一岩爆台っていうことでね、はい、もう滝がガーンと前に見えてますね。すごい。こちらの方は日本三名瀑って言われてて、ここの袋田の滝とね、あと和歌山県の那智の滝、それと、栃木県日光の花源、の滝と、はい、この3つがね三名瀑という形で言われてるそうです。すごい。はい、でここは一応ね第一関白台っていうところになって、先手前にね吊り橋があったんですけど、吊り橋からね見ることもできます。あと上ですね、エレベーターで上に上がることができて、はい、上から望むこともできる感じですね。ちなみにこの第一観瀑台まではペット OK です。エレベーターがねちょっとペットダメっていうことなので、第二観瀑台、第三観瀑台には行けないっていうことです。はい、第二観瀑台かなに来ました。はい、こんな感じ、上から望むとね
こんな感じで臨みます。すごい、ね、季節によってね結構景色がね、まあ秋は紅葉したりとかね、冬はねなんかこの滝が全部凍んのかな、はい、みたいな感じで結構四季を通じてこうね楽しむことができるようです。はい、ということで今回はですね、茨城県を、巡る旅でした。はい、またね、茨城県の方も来たいですし、はい、いろいろとまた旅先をねご紹介できたらと思いますので、ぜひね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。で概要欄の方にね Twitter と Instagram の方も、URL を貼り付けておりますので、ぜひねフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。